イオンタウン塩釜は宮城県塩釜市にあるイオンタウンが運営しているショッピングセンターザビッグと35の専門店からなる2007年5月25日開業塩釜市が市中心部の貨物ヤード跡地再開発海辺のにぎわい地区の三角事業者の公募が行われたのが始まりであるこの海辺のにぎわい地区と呼ばれる再開発は当施設のある 商業地区と住宅地区、本塩釜駅とマリンゲートを接続する歩行者、専用通路などを中心とした整備を行う事業とされた。最終選考に残った戸田建設や台湾交渉リリース、マルチプラザワーフ塩釜を抑えてイオンが選ばれた。その選定における公表では、既存店舗が中心市街地で果たしてきた役割と当地区への 移転後に回遊性を維持することを打ち出したことなどを評価している。この事業計画で既存店舗からの移転を打ち出しており、海岸通り269に出店していたジャスコ、塩釜店は2007年2月20日に閉店となった。当ショッピングセンターはイオン塩釜ショッピングセンターとして2007年4月13日の開業に向けて準備が進められたが、 2007年5月25日にイオンタウン塩釜ショッピングセンターとして開業することになった。2階建ての近郊型ショッピングセンターでアクアゲート口より徒歩1分の場所に位置し、施設の外観イメージは海が近いことから船をイメージして作られている。2010年2月21日より各店舗であるマックスバリュー塩釜店の運営がイオンリテール株式会社から マックスはリューミ東北株式会社へ変更された。ショッピングセンターの管理は、イオンリテール SC 事業本部が行っていた。2010年2月28日、南米で発生した地震により大津波警報が発表され、12時をもって一時閉鎖を決定した。イオンタウン塩川ショッピングセンターには、多くの来店者がおり、店内放送により、 大津波警報発表に伴い一時閉店をいたします。と、来店者へ、早急な避難を促す措置を取った。閉店処理後、従業員は、屋上駐車場に一時避難し警報解除を待ったが、15時過ぎになっても大津波警報が、警報解除にならず、当日の営業再開を断念した。翌3月1日9時にマックスバリュー塩釜店、10時に、 SC 全体が営業を再開した。2011年3月11日14時46分頃に発生した東北地方太平洋沖地震により、塩釜湾に隣接するイオンタウン塩釜ショッピングセンター店内や外壁に亀裂、損壊が発生。大津波の影響より1階フロアはすべて浸水した。なお震災避難当時、約200人が 屋上駐車場に取り残された状態だったことを震災翌日 NHK 仙台放送局が伝えた。震災以降休業していたマックスバリュー塩釜店はザビック塩釜店として6月25日に筐体転換。順次1階、2階の専門店街も再開した。2011年11月21日に運営がイオンディテールからイオンタウンへ変更され、 イオンタウン塩釜ショッピングセンターの名称がイオンタウン塩釜へ変更。ありがとうございます。